隠れ神社の巫女は隠れる、観念して降伏するか神社を廃業なさい。これは可愛い。いきなり何、あんた誰？ジュラル星人だ。妖怪の山におわす。よー、坂かな子様こそ誠の神、無理屋神社はかな子様の神社、私はその巫女出さないです。無理屋神社の巫女、ろくな神もいなければ参拝客もいない、いるのは妖怪だけ、はい、こんなは無意味です。うちはそういうのじゃないのよ。私たちは幻想郷に真の信仰をもたらすためにやってきたぞ。刮目してみなさい、奇跡を起こす神の力を。コスくん、コスくん、よー、ボルガ、ごめんね。うおー、かな子様の加護を得た私の力はすでにあなた以上というのは嘘なんだ。その上、幻想郷最強勢力の山を従えています。派手にやるじゃねえか。抵抗は無意味ですよ。かな子様の慈悲として猶予を与えましょう。100年後、私は再びここにやってきます。その間によくよく思案しておきなさい。ま、いや、ちょ、どうぞ。チャージン号は見せ物でもないし、そんなむやみに使うことは許されないんだ。サンダナパレスアグリアスという超絶実験大成功。神社、もう一人の川島剣とはね、フルスがそんなことになってるとは。で、どうするの？試案に3日もいらないわ。自分たちが何に喧嘩を売ったのか思い知らせてやらないと。喧嘩をしに来たんじゃないんだよ。妖怪の山が森屋神社に着くなら山ごと全部退治してやるわ。今から血祭りにあげてやる。これは人工の囚人島です。君たちの中にも行った人がいるだろう。もみちの美しさこそ秋の勝利。祈りの祈りの神なのよ。もっとおやまいなさい。警報は報告。お山に侵入者、鬼ババが攻め込んできました。山の危機外を蹴散らしながら玄武の沢方面を上がってきます。白霊の巫女が確かか。はい、我々は宮殿の滝で防衛ラインを張ります。では、私もすぐ向かう。すげー迫力だ。お山を巻き込んで全面戦争とは派手にやるじゃねえか。レイモンが来たのか。ドイツを退治にだ。しょ、隠れてなさいよ。新聞ネタの見返りでこっそり囚人島を見物させてくれるって言うから来たんじゃないか。
外に出られなきゃ意味ないだろ。だから言ったじゃないですか、大天狗様の見込みの甘さが招いた時代ですよ。ごめんね。お許しください。ええ、もちろんです。私の方でうまくやっときますんで、引っ込んでてくださいよ。何やってんだ魔王様に連絡です。とにかく非常事態なんで、マリサさんも聞き分けてください。非常事態、もっとやる気か。喧嘩しに来たんじゃないんだよ。レームさんにはあなたから伝えてもらうつもりだったんですがね。実はちょっと前に、こんなところよ、お山に外から神社が引っ越してきたんですよ。なんだって幻想郷にもう一つ神社ができたってのか。私はこれから毎日仕事なので、ここでおとなしくしててください。僕は嫌です。人目につかないここまで。本来立ち入り禁止なんですからね。他の天狗に見つかりでもしたら、俺とお前もっと、すみませんじゃすみませんよ。わかってるって。おい、取材じゃないのか。趣味の新聞記者だけやってられれば満足するんだ。お山の天狗の辛いところで、組織のために己を殺さなきゃならない時もあるんです。嫌ならやめちまえよ。妖怪の山が幻想郷最大勢力なのはわかるだろう。おとなしくしててくださいよ。すげえジャンプ力だ。お目覚めですか。いよいよ始まりました。人工の山に白霊の巫女が攻め込み、ジュラル星人と交戦中です。レームはさすがに事態の重大さを多分理解してるわね。さて、タージマン剣の戦いぶりを見せてもらおうとしましょうか。いけませんね。さ、出たわね。新聞や立ち入り禁止の人目につかないここに侵入し、お山の妖怪や見回り人間ロボットに乱暴狼藉、隠れの巫女と家と許されないんだ。立ち入り禁止なんて私は知りませんよ。もう退治していい。森屋神社に味方する連中に容赦なんかしないわよ。さすが血も涙もない。チャージマン剣。しかしここは引けません。なぜなら今の私は新聞記者にあらず、妖怪の山のカラス天狗シャメマルアヤ。さあ、お山を代表してお相手しましょう。風神木の葉かぐれ。